ばんは、サトルです。今日は40肩、50肩、かっこ20肩の人のための夜のヨガを行っていきます。スタジオにヨガに体験に来られた方の中に肩が上がらないと言われる方がおられます。そのほとんどがきっと40肩、50肩、場合によっては20肩です。20代の方もおられます。肩が上がらないで、ショックだから言わない時もあります。きっと40肩なんですが、20代なので名前がないからもう20肩っていうしかないんですが、40肩、50肩、20肩総称して肩関節周囲炎と言いますが、その原因は実はこれといって断定できないようです。ただ急性期でない限りはヨガをすることはすごく有効です。ヨガをすることで40肩、50肩、場合によっては20肩も未然に防いだり、また症状を少し改善させるためにはすごく有効です。まだ肩はしっかり上がる人も予防するというために今日のヨガをやってみてはどうでしょうか。ではどうぞ。では最初、安楽座、足を重ねないあぐらで座って、手は楽なとこに置きます。目は薄めか閉じるかを選んで、呼吸鼻から吸って鼻から吐きます。何度か繰り返してみます。深い呼吸を送ると血液は肩周りに巡ります。いつも呼吸が浅い人はこの深い呼吸が少ししんどく感じるかもしれないです。無理ない範囲で大きな呼吸をしてみてください。長い呼吸、吐く息ごとに肩の緊張がほどけていきます。まだ特別肩は動かしてないけど、呼吸によって余計な緊張がほどけていきます。じゃあ吐く息で両手横にダラーンと下ろして、吸う息で肩を前から上、吐いて後ろから下ろします。で、僕とずれててもいいので呼吸のリズムで吸って上で吐いて後ろから下。じゃあ3周だけ。3周回った人は今度逆回し、吸う息で後ろから上、吐いて前から下。呼吸のリズム。肩を柔らかくしようっていうわけではなくて、肩の感覚を感じるだけ。3周終わった人は両手元の位置、吸う息で、じゃあ右手が天井、背伸びする感覚で体の右側、僕は逆をやりますね。右側が長い状態、背伸びと一緒。深く吸い切ったら吐く息で側屈します。体がカール、右の体側長くなって手は楽なとこつきます。右の脇の下の感覚もあります。そこがストレッチする感覚。その脇の下の感覚は肩甲骨です。肩甲骨周りにストレッチがかかると肩周りに血液が巡ります。もう一呼吸、吸うタイミングで体を起こして指先もうちょっと天井に伸びて、吐く時に降りてきて、逆行きましょうか。吸う息で左手が天井、背伸びと一緒、長くなってもう一呼吸、吐き切って次吸ったら吐く息側屈、背骨がカーブ、今度左の脇の下にストレッチ感じます。よく呼吸すると血液は巡りやすいです。もう一呼吸、次吐き切ったら吸う息、体を起こして
吐くときに降りていきます。ここゆっくり動きます。じゃあ一呼吸、呼吸が自分の中心から温めていきます。胸の前で合掌したら、呼吸の音を聞いて、そのリズムはすごく大事です。人間って吐く息ごとに余計な力がほどけていきます。だからその呼吸の音をよく聞きます。じゃあ吐き切った人は吸う気で両手、大きな円を描いて頭の上で合掌、吐いて胸の前を下ろして、じゃあ何回か繰り返します。両腕を上に上げるっていうのは肩にとってすごくいいです。固まった肩にとってすごくいいです。じゃあ3回終わったら同じリズムの呼吸を座ったまま続きます。呼吸の音はどんな音がしますか？呼吸の音を聞いてると人間って気持ちが落ち着いて、肩の余計な緊張がほどけていきます。吐く息ごとに。今度両手指を組んで、手の甲がどんどん前、おへそ見て丸くなります。少しそこで呼吸して、背中どんどん丸くなって、肛門少し締めときます。もう一呼吸吐き切ったら、今度両手後ろで指を組んで、手の甲が下、鳩胸になる感じで胸を斜め上に向けて、目線も斜め右上、深い呼吸が続きます。肩は下げながら肩甲骨後ろで寄せてきます。で、呼吸する。目をいつもより少しパチッと開いて、で、呼吸する。呼吸で胸を開きます。呼吸が肩周りに血液を巡らせます。その呼吸の音を聞きます。もう一呼吸深く吸い切ったら、吐く息ほどいて、で、両手をついて四つん這いになって、足の指ついてダウンドッグ、体が逆さまで深い呼吸します。両腕で体を支えていることも、肩周りの筋肉に血液を巡らせるにはすごくいいです。吸う息で右足両手の間、吐く息で前屈マットの前、吸う息を起き上がって頭の上合掌、吐いて胸の前に下ろして、ここで呼吸します。吸って両手頭の上で合掌、吐く息前屈して、吸う息右足を後ろ、吐く息ダウンドッグ、膝裏ストレッチ。吸う息でプランクポーズになって、ちょっと止めます。二呼吸ぐらい手でしっかりマットを押す。もう一呼吸吸い切って、吐く息で膝と胸と顎ついて、まあ、胸はつかなくてもいいです。吸う息でコブラのポーズ、ここも止めましょうか。肩下下げて胸張って、目線が天井、肩甲骨裏の筋肉を使っています。よく呼吸して、もう一呼吸吸い切ったら、吐く息ダウンドッグ、3から5呼吸。辛い人は膝ちょっと曲げます。手のひらでしっかりマットをします。もう一呼吸吐き切ったら、吸う息右足両手の間、吐く息で前屈マットの前、
吸う息を上がって頭の上合掌。吐いて胸の前。吸って両手頭の上。今度逆いきます。吐く息前屈して。吸う息左足後ろ。吐く息でダウンドッグ。手がしっかりマットをします。肩の力抜きます。吸ってプランク。じゃあ二呼吸ぐらいいきます。腕力というよりも背中の筋肉でグッて押す。もう一呼吸吸い切ったら吐く息で膝と顎と胸ついて吸う息コブラのポーズ。背筋少し意識して二呼吸ぐらい。肩下げて胸張る。もう一呼吸。次深く吸ったら吐く息ダウンドッグ。じゃあ呼吸して手でマットを押すけど肩の力だけ抜きます。案外難しいです。もう一呼吸吐き切ったら吸う息左足両手の間、吐く息で前屈マットの前。吸って起きて 頭の上で合掌。吐いて胸の前。じゃあ呼吸します。もう一呼吸。次吐き切ったら吸って両手頭の上合掌。吐いて前屈。お尻もしゃがみ込んでお尻少し後ろに下げて膝の角度90度ぐらいで肩の下に手のひらついて指が前向きます。足骨盤幅ニュートラルぐらい。お尻持ち上げて、お尻持ち上げたいのは山々ですが今日フォーカスしたいのは手でしっかりマットを押す。肘関節を1ミリぐらいほんの少しだけ曲げます。で肩でしっかり胸張る。鳩胸。お尻も上げれたら上げて目線天井で呼吸する。で呼吸めっちゃ呼吸する。フォーカスしたいのはしっかり肩で下にマットを押す。で呼吸する。でもう一呼吸。肩甲骨裏の筋肉使って吐く息でゆっくりお尻を下ろして、じゃあ体育座りで二呼吸ぐらい。ほっこり。今度は指後ろ、肩より少し開いて骨盤幅ニュートラルで足開いてお尻をかかとにつけて下ろします。肩周りに効いてくるんですが、いける人はもうちょっと前、もうちょっと前。肩周りがきつすぎず緩すぎずで呼吸します。呼吸は多少一生懸命してください。実は辛かったらちょっと後ろに下がってください。もう少しだけ。よく呼吸すると血液は普段巡ってなかったところによく巡ります。もう一呼吸吐き切ったらお尻後ろ下げて手をブラブラーっとして、よし。じゃあマットに仰向けになります。頭どっちでもいいです。仰向けになって手足少し開いてブラブラって動かして、あとは目を閉じて普通の呼吸をしてしばらくいるだけ。何にもしなくてもそこにいるから。要は何にもしないだけです。何にもしなくてもそこにいます。いれば呼吸がやってきます。ここにいるポーズ。
次の息吐き切ったら両膝を立てて転がって起き上がります。じゃあ最初の安楽座で座ります。では今日のレッスンをこれで終わりたいと思います。僕はこんな感じでスポーツやフィットネスとはちょっと違った感じでヨガを行っています。ヨガ心地よかった人はいいねボタンやチャンネル登録ボタンを押してもらえると嬉しいです。特にチャンネル登録ボタンを押すことでヨガを生活に取り入れてみてください。無料で誰でも参加できるオンラインヨガを開催しています。またヨガの先生にはヨガの誘導の言葉の電子書籍を無料でダウンロードできるようにしています。詳しくは概要欄を参照してください。では次の動画でまたお会いしましょう。